はい、それ。チャンプルです、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 っていうやつなんですけど、昨日コストコからね、このクリスピー、チキン、バッファローチキンっていうのを買ってきたんですけど、ウィングを。こう開けてみたら、中を開けてみたら、こういうソースが、まあ、トータルで4つほど。で、これはなんかチキン自身はですね、なんか、もうすでにボイルされているみたいな感じですね。こんな感じで。ね。で、今それをクックしてるんですけど、まあね、電子レンジ基本的に持ってませんので、使わないんですけど、まあ、ということはもうこれでしかできないのかなとかって思って、こんな感じで、だいぶいい香りがしてきましたね。ソースを入れて、今、ね、チキンをこういう感じで映ってますかね。まあ、料理っていうか、準備っていうか、をしてるんですけど、外がですね、こんな感じですかね。もうサーファーの方々がいっぱいって感じですね。ね。太陽もこんな感じですかね。ね、サーフボードを持ってこれからサーフィンに行かれるんでしょうか。ね。ちょっと、海か。海は見えるかな。内カメなんで見えないかもしれないですけど。あ、この車テキサスから来てますね。まあこんな感じでね、サーフボード、サーファーの方々が結構いらっしゃいますね。ね。女性の方もいらっしゃいますし。海はどうでしょうか。海もちょっとだけ見えますね。こんな感じで。ちょっと風が強いですかね。ね。車にこういう感じでね、サーフボードを積んで、夏って、俺の車はあっちだ、秋さみようだ、人の車のところに行こうとしてるね、笑っちゃいますね、あいやいやいやいっていうやつですね。まあ、こんな感じでね、これからランチを食べようかなとかって思ってますね。昨日買ったこのパンなんですけど、まあ、結構いけますね、これ。このパン。まあ、このクリップがちょっと邪魔くさいかなって感じがするんですけど。ね。なんか麦なんでしょうかね、周りについてるのは。で、結構ね、いけるんです、これ。ちょっと行儀悪いですね。まあね、こんな感じで、多分ね、ちょっとしょっぱいかなとかって思いますね。まあちょっとね、やっぱりこうユーモアをね入れると、あゆきりん、あゆきりん、あゆきりんめーみたいなね感じだね。まあね、ビールもちょっとやった。こんな感じですかね。ね、ね、もうちょっと入れてもいいのかな。まあいいか、今日はこんなもんだ。そういうことで楽しみたいと思いますね。味見ね、やっぱこうちょっとしないと。ああ、お皿お皿お皿、あいや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 、ああ刻みよ、春雨よというやつ、取れた取れた、ペッパープレート、よいしょ、ちょっと火を止めてね。
感じですかね。ハヒフヘホーみたいな、ハヒフヘホーみたいな。うん、ちょっとやっぱ私には酸っぱいって感じがします。酸っぱいハットっていうやつですかね。うん、でもなんか癖になりそうな感じがしてますね。あっちち、まあちょっとね、私風に行くとケチャップケチャップっていうやつですかちょっとね酸っぱいね、これね、ケチャップを入れないと思いますね、ケチャップを。そしたらやっぱりね、ちょっとちょっと美味しいのかなみたいなやつですよね。ね、こんな感じで。ケチャップまあ甘酸っぱくなったらね、いけるのかなって感じがしますね。まあね、さあお味はどうなってるんでしょうか。ケチャップをつけた後のやつですね。私好みの味になりましたみたいなやつですかね。おいけますいけます、ケチャップを入れると、あー寝ちゃう。多分日本のコストコにもあると思いますね。ちょっとあのトゥーハットとかだったらケチャップを入れると、もしかするといけるかもしれませんよとかっていうやつですね。まあ私には今のケチャップを入れたのがいい感じがしてるっていうやつですね。バッファローウィング、うん、おいしい。またやらさーい。ピュッ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 。